大人女性の美容辞典トレーニング担当のいくみです。今日もですね、姿勢改善のトレーニングをやっていきたいと思います。今日はくびれが欲しい人は必見、腹横筋のトレーニングをやっていきたいと思います。はい、では仰向けになっていきます。膝を立てて90度、で膝と膝の間は拳一つ分開けて前に習いして、で右手と右足を伸ばします。今度は反対ですね。左手と右足伸ばして、で交互に20回やっていきます。伸ばすときに吐いていきます。息、呼吸も一緒にしていきます。伸ばすときに吐いて、戻すときに吸います。息を吐き出すときに腹筋が使われていることを感じてください。でだんだん体が温かくなってくると思います。呼吸もそうですけど、手と足も動きがついてくるので、ちょっと難しく感じるんですけど、慣れてくるとスムーズにできてきます。手と逆の足を上げます。はい、お疲れ様です。30秒休憩しますね。姿勢を整えていく上で、ここの腹横筋ってすごく大切な筋肉なので、もう一回意識しながらやっていきましょう。あとワンセットですね。で仰向けになって膝90度、前に習いして、右手と左足から下ろしていきます。下ろすときに、伸ばすときに吸います。戻すときに吸いながら戻ってきます。膝と膝の間は拳一つ分開けておきます。だんだんこの辺りからきつくなってくると思うんですけど、くびれを作るために頑張っていきましょう。なかなかね、大きいお腹の筋肉ではできていかない、中の深いところの筋肉にアプローチしています。呼吸がね、忘れてしまうんですけど、意識することでより効果が出やすくなります。最後頑張っていきましょう。はい、お疲れ様でした。今日鍛えていた腹横筋ですね、くびれを作るだけでなく、姿勢改善だったり内臓を支えてくれる筋肉なので、しっかり鍛えていくことで内臓を元の位置に戻してくれて、姿勢を整えてくれるので、しっかり続けていきましょう。